カルビ、タミオ、アムアムワールド、アムアム、握力測定、ハイアンドロー。おばさんが不在ではございますけども、ちょっと2人で対決していただこうかなと思います。はい、はい、ルールを説明いたします。まず私は設定握力数を言います。10キロ、20キロなど、それをやっていただきまして、ハイアンドローを対戦相手が当てれれば OK。 騙すってことね。はい、先攻後攻で、まあ、何対戦かやっていきまして、より多く負けた方が、この後来るおばさんの可愛がり。ただの執行人じゃん。罰ゲーム執行人。はい、1個10秒にしましょうか。じゃあなんか楽そうな感じ。10秒もやばいんだ。あれやばいんだ、本当にやばいんだ。一応今でもマックス秒数が31秒でしたっけ。31秒。それおばさんが食らってるのか。10秒×3×3マックス。本日は握力測定ハイアンドローやっていきましょう。スタミナさんからいきましょう。騙す方、アクション、アクション、はい、カルビさんが当ててもらおう。並大抵の演技じゃ騙されないんで、カルビさん見に来る方がそんな。10キロ。10ね。ハイアンドローしていただければと思いますので、お願いします。10キロよりも上か下か、カルビさん。多分途中でプラン変更したんだ。最初はローの方で行ったんだけど、途中から力入れる方に変えての、はい、10キロ、はいで。それでは皆さん、正解発表お願いします。28。正解は28でございます。うわ、バレたか。よっしゃ。まさにその通りでした。そうだね、2段階いっちゃったよね。はい、うわ、よしよしよし。ということで、2位と正解ということで、では、ね、先攻後攻変えまいりましょう。カルビさん、はい、15キロ握力測定ハイアンドロースタート。ああ、逆に。うわ、さあ、それではスタミナさん、ハイかローか。実は力出してましたと見せかけてロー。正解ははいでございます。うわー、20か。うわー、掴んでこれ。よし、20か。ということで、まず1勝。この時点でスタミナさんは10秒。設定キロス25。はい、ということで、今のが25キロ。上か下か。むずいな。抜いてるんだよな、力。力抜いてんだけど、ある程度は入れたみたいな感じなんだよ。はい。どこまでそれでいっちゃってるからな。25ギリギリぐらいだと思うんだな。30。ロー。25キロよりも下。正解発表お願いします。26キロ。はい。わーわーじゃあこれ分かんないからね、こっちも。そっか、そうですよ。2回の裏いきましょう。はい、設定キロ数30。はい、30か。握力測定ハイアンドロースタート。いきます。はい。30よりも下。はい、さあ、それではカルビさん、正解発表お願いします。
こちら、ロー。それでは最後、設定キロ数を自分で宣言してください。なるほど。1で。え ?1。そんなの分かるよ。一応手は隠していいですけど、顔はなしにしましょう。もう、握ってない可能性あるよ。握力測定ハイアンドロー、スタート。さあ終了でございます。1キロよりも上か下か、ハイアンドローお願いします。ロー。ロー。ちなみになぜ？いやもうね、握ってない。じゃあ机の下でグー。もうただ自分の手でやってただけ。なるほど、それでロー。追加開いてやってた。さあそれでは斉野さん、正解発表お願いします。ごめんなさい、ローなんですけど、ちょっと触っちゃって多分2ぐらいになってる。ローのつもりでやったんですけど。やんだよ。はい。ってことで。俺的にはローだった。まあでも彼氏のはい、はいですから。1.2 か 1.5 ぐらいには。1.1 ぐらい。ということで、カルさんはハズレでございます。これも仕方ない。触ってもいいな。触ってもこれこうやってて、ここ握ってたの。あ、揺れでなっちゃった。揺れでこうなっちゃって。チンパンジーも握手しようとして骨折れるとかあるんですか？そうそう。こっちは握手のつもりでも。だからもう結果は結果なんで、ハズレでございます。そして、申し訳ない。40いくのも結構大変だよね。大変だと思いますね。平均以上じゃん。以上だと思います。でも自分との自分との戦いに僕は今からチャレンジ。さあ、元の握力知らないからな、カルビロ。はい。設定キロ数は40キロで、握力測定ハイアンドロー、スタート。さんを見て、顔真っ赤じゃん。もういや、これはね、握ってはいると思う。はい、全力で。じゃあ40超えてるかどうかだよね。そうですね。カルビの本来の握力。はい。そうだな。出るだろう。はいはい、40キロも上。上。正解発表お願いします。30ロー。カルビさんの全力は30。全力。いやもう途中こうやってやつ。なるほど。一瞬最初だけ崩れてたもう。さあ、ということで延長戦になりますかね。延長戦はもう彼氏で、ああなるほどね、数字近いもんでしょう。それでは延長戦。結構握ったと思うな。45。正解発表いたします。45。いやー
ゃん。よっしゃ。で確かピタリ賞だったらプラス10上げれる。そうしたけど。テロップで出たら。いや前のやつじゃんそれ。お菓子の個数。お菓子の。結構握力あるね。結構握力ありましたね。嬉しい。執行人の方。いらっしゃいます。執行人やば、怖っ。罰ゲーム執行人スタンバってくれてました。かわいがりますよ。20秒です。かしこまりました。さあそれでは3日ぐらいに感じるな。3日ぐらいに感じるな。夜が明けるからな。離れた瞬間はまたゼロからになります。罰ゲームかわいがり20秒、スタート。ハイアンドローやってみてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。